ケンブリッジのフィッツ・ウィリアム美術館の外に設置されている横たわる像。抽象化された女性の体に空白をうがち了解を強調したムーアの特徴的な彫刻作品。この作品の銅で鋳造されたバージョンがいくつかあるが、この写真の作品は着色した石膏でできている。写真ローター、バレーヘンリー・ムーアは20世紀のイギリスを代表する芸術家。 彫刻家である。炭鉱夫の息子として、ヨークシャーのカッスルフォードで生まれ、大理石やブロンズを使った大きな中小彫刻で知られる。イギリスの美術界から大いに援助を受けてきたムーアは、イギリスにモダニズム美術を紹介するのに大きな役割を果たし、イギリス美術を国際的なものにすることに大きく貢献した。大規模なモニュメントなどの注文をこなす能力により、 ムーアは、その生涯の後半に、美術家としては、波外れて、財力豊かになった。しかし、彼は、質素な生活を死ぬまで送り、その富のほぼすべてが、ヘンリー・ムーア財団の基金として寄付され、美術教育や、普及の支援のために使われている。ムーアの特徴的な作品は、穴が貫通している横たわる像である。当初は、オルメカ文明。 トルテカ文明やマヤ文明などの石像を、とりわけ1925年にパリで見たチチェン・イッツァから出土したチャックモールの石膏模型から大きな影響を受けた。最初の横たわる像は体の横で肘をついて曲げた腕が空洞を形作るものだった。あとの横たわる像では凹凸のある表面のある領海を探求するかのように 胴体に直接穴が開けられた抽象的な形態になっている。これらの極端な穴は同時代の優れたイギリス人彫刻家バーバラ・ヘップワースの作品と同時並行で試みられたものだった。ヘップワースはヘンリー・ムーアの初期の古典の展覧会表を誤読して試しにトルソに穴を開けてみたと言われる。衣装をまとって横たわる三つに分かれた人体に焦点を置いており、 ムーアが木や石の塊を何度も彫ることで彫刻の形が次第に出来上がってくるものだった。お参照。1930年代にムーアはハムステッドで共に暮らしながらお互いに新しい考え方に共感するヘップワースや他の数人の芸術家とモダニズムへ移行していく。ムーアは各々の彫刻をする準備として多くのスケッチや素描を描いた。これらのスケッチは現存しており、 彼の創作に対する方向性を垣間見ることができる。1940年代の終わり頃には粘土や石膏を使った模型を作ってから、老型法でブロンズ像の鋳造の仕上げに入るようになっていった。第二次世界大戦後、ムーアのブロンズ像は特にパブリックアート制作の注文に応えてモニュメント並みの規模になっていった。その作業をこなすため、 直掘りを諦めひな型を作るため女子を何人か雇い入れることになる。ハートフォード社のマッチハダムの町に買った農家の住まいには自然のオブジェがコレクションされ、そういった有機体の形からインスピレーションを得ていた。特に大規模な作品の場合、まず半分のサイズの模型を作ってからスケールアップしていくという手法を取った。鋳造の前に 実物大の石膏模型が作られることも多く、最終的な形の調整、チェックを行っていた。スリーウェイピースナンバーにブロンズ、トロント市役所プラザムーアは、イギリスのウェストヨークシャーのカッスルフォードで、レイモンド・スペンサー・ムーアとメアリー・ベイカーの8人の子供の7人目として生まれた。彼の父親は、カッスルフォードのウェルデール炭鉱の下級のマネージャーから、 鉱山技師になった人物である。彼は音楽や文学に関心を持っていたが独学であったため子供らには公的な教育を受けさせ上達させるよう不信した。ムーアはわずか11歳の時中学校で粘土焼きによる造形を美術教師に褒められたのをきっかけに彫刻家になることを決心した。早くから禅と有望であったにもかかわらず両親は彫刻を 思考業的な労働として認めなかった。1917年、18歳になると第一次、世界大戦に主眼兵として従軍した。彼は所属する、ライフル部隊の中で最も若かった。その後の戦いの中で、毒ガスにより負傷したが、回復は早く戦争の残りの期間、体育インストラクターとして過ごすことになる。同時代の平均的な人に比べ彼の、 戦争体験は穏やかなものであった。彼は当時を解雇して私にとって戦争体験は漠然と英雄になろうと夢見ていたように思う。と言っている。戦後、退役軍人の手当を受け取った後、リーズ芸術学校の彫刻の最初の生徒となった。学校は彼のために彫刻のアトリエを作らねばならなかった。大きな四つの部分からなら横たわる像ブロンズ。 サンフランシスコ、ルイス・デイビス・シンフォニー・ホールリーズ学校で、ムーアは、長年の友となるバーバラ・ヘップワースと出会った。さらに幸運にも副学長であったマイケル・サドラー教の、紹介によるアフリカの民族彫刻にも出会うことになる。1921年には、ロンドンの王立芸術大学で学ぶための、奨学金を得る。ロンドンで過ごす間、彼は、ビクトリア アルバート美術館と大英博物館で民族学資料の収集を行い原始的な美術、彫刻についての知識を蓄積していった。ムーアとヘップワースの初期の彫刻はロマン主義のビクトリア朝スタイルに従ったものであり、主題は自然の形や風景、象徴的な動物のモデリングであった。ムーアは古典的な考え方をだんだん不快に感じるようになっていった。 プリミティブ主義に対する関心とコンスタンティン・ブランクー氏、ヤコブ・エプスタイン、フランク・ドブスンなど他の彫刻家などの影響もあり、彼は直彫りのスタイルを開拓していく。完成した時期彫り彫刻には材料の欠点や工具の削り痕などが残ったものとなる。そういった現代風の方法を評価しない学校の指導教官との争いも起こった。 ムーアの最初の公共の仕事ムーア西の風は8個の風のレリーフの一つで他の彫刻は同時代の彫刻家の作品であるロンドンへ戻るとすぐに RCA で教育する側になり7年間にわたり講義を行った。講義は週2日で良かったため自分の仕事に多くの時間を使うことができた。1929年7月には絵の学生であったイリーナと結婚した。 イリーナは1907年3月26日に、キエフでポーランド系ロシア人の両親から生まれた。ロシア革命の中で、彼女の父親は行方不明となり母はイギリスの陸軍士官と再婚し、パリへ避難した。イリーナは、その1年後にパリへ密入国し16歳になるまでパリの学校で学んだ。その後、キエフの親戚と住むため彼の故郷である。 バッキンガムへ行くことになる。このような問題の多い幼年期を過ごしたため彼女は多少内向的な性格であったとのことである。しかし、ムーアとの結婚生活が彼女の心に安らぎもたらし、明るく振る舞うようになった。結婚してすぐに二人はハムステッドに移り住んだ。そこは前衛的な芸術家たちが小さな集団を作りそこを根じに活動を始めている場所であった。 ほどなく、ヘップワースト彼女のパートナー、ベン・ニコルソンが引っ越してきた。ナウム・ガボや美術評論家のハーバート・リードもまたその地区に住んでいた。このことは、アイデアの盛んな交流をもたらすとともにリードによる、ムーアの知名度の向上をもたらした。1930年代の初めムーアは、チェルシー芸術学校の彫刻学科の責任者となった。ムーアとヘップワーストのメンバーはフランスへ、 たびたび旅行士ピカソやアルプ、ジャコメッティなどフランスの芸術家と会うことで影響を受け、より抽象的な作品を生み出すようになった。1933年、ムーアは、ポール・ナッシュとトモシュル・レアリスムにも手を出しそのグループである、ユニットワンに入った。二つの部分からなる横たわるゾーナンバー5、ブロンズ、ケンウッドハウスのグランド、 ロンドンこの創造的で生産的な期間は第二次世界大戦の勃発で終わってしまう。チェルシー芸術学校はノーサンプトンへと疎開させられ、ムーアは教職を辞すことになった。戦争中ムーアは戦争画家に任じられ、空襲を避け、ロンドン地下鉄や防空壕などで寝泊まりするロンドンこの絵を力強くたくさん描いた。その成果は彼の国際的、特に アメリカでの評判を高めることになった。ハムステッドの彼らの家は爆撃で破壊されたため、ムーアとイリーナはロンドンを脱出しハートフォードシャーのマッチ、ハダムという小さな村の農家に移った。そこは彼にとって最後の作業場、そして安住の地となった。その後の人生で大きな富も得ていくがより広い、ところへ引っ越ししようとも、たくさん建て増ししようともせず、 作業場をわずかに変更する程度であった。戦後、数回の流産の後イリーナは、娘、メアリーを出産した。1946年3月7日のことであった。この子は、数年前に亡くなったムーアの母親の名前を譲り受けた。ムーアは、母の死と娘の誕生で家族への思いやりの心を一層強くし、母と子供の像の増産に拍車がかかった。 最も依然として横たわる像もポピュラーではあったのだが、同じ年、ニューヨーク近代美術館の自分の開古展のため、アメリカへ最初の訪問をした。また1948年には、ベネツヤアビエンナーレ展で国際彫刻賞を受賞している。家族ブロンズ、バークレー学校、大戦後の最初の大きなイライアン戦争の終わり頃、州立大学の教育を改善しようとしていた。 ヘンリー・モーリスが接触してきた。ケンブリッジ近くに2番目の大学を建てるにあたり、バルター・グロピウスに建物を、ムーアに大規模な公共彫刻を依頼してきた。しかし、衆議会は、グロピウスの設計の全体像を認可する余裕がなく、当人がアメリカ移住してしまったこともあり、計画を縮小してしまった。ムーアへの彫刻依頼も、資金難からキャンセルされ計画は、 初期段階でストップしてしまった。幸い1950年、スティビニッジに作られたニュータウンの中学校のためにその時のデザインを再利用することができ、ムーアにとってのプロジェクトは完了した。この時制作した家族は最初の大きな公共の場所のブロンズ像となった。1950年代にムーアはパリのユネスコの建物を含めますます重要な依頼を受けるようになった。 多数の公共の彫刻の依頼で、ムーアの作品はますますスケールアップしてゆき、アンソニー・カローを含め多数の助手を雇うようになった。シカゴ大学のキャンパスでは、1967年12月2日午後3時36分、エンリコ・フェルミの率いる物理学者のチームが、史上初の自律的核分裂連鎖反応を起こす、ことに成功してからちょうど25年経ったその時刻に、 かかって大学のフットボールグラウンドであった場所、すなわち核実験がその地下で行われた場所の真上で、ムーアの像、核エネルギーが公開された。広場の真ん中にある12フィートの像の上部は、像の頭蓋骨のデッサンからインスピレーションを受けた木の子雲を連想させるフォルムから成り立つ。しかし、ムーアの解釈は異なり、周りの広いスペースにも目を向け、その周りを巡りながら、 教会の中にいるような気持ちになってほしいと友人に語ったという。1968年、エラスムス賞受賞晩年に至る30年間も同様なものであった。その観覧会下の大きな回顧展が世界中で開かれた。1970年の終わりまでに年間約40回の展覧会が行われた。とりわけ1972年フィレンツェを見下ろす。 ベルベデーレトリデの広場での展覧会は大きなものであった。仕事の量は増え続け、1962年にはロンドンの国会議事堂のそばの敷地に2つの部分からなるナイフエッジを完成させた。ムーアは次のようにコメントしている。上院の近くの敷地を示された時、そこが非常に気に入りハイドパークの大大地はわざわざ見に行かなかった。 大きな公園の中にポツンと置かれた彫刻は見失われがちになる。乗員の方はそうではなく、人通りのある通りのそばで歩きながらでも、あるいはベンチに腰掛けて、ゆっくり考えながら眺めることもできる。彼は自分の資産が劇的に増えていくにつれて、自身の生活は相変わらずだったが、遺産については心配し始めた。1972年娘のメアリーの支援もあり、 相続税対策としてヘンリー・ムーアトラストを作った。1977年まで彼は年間約100万ポンドの税を払っていたが、その負担を軽減するため、イリーナ・メアリーを受託者としてチャリティ事業組織としてヘンリー・ムーア財団を設立した。財団は大衆への芸術教育とムーアの彫刻の保存を活動目的としており、 現在ギャラリーとムーアの工房の博物館であるホグランドを運営している。1951年にナイトの称号を打診されたが辞退している。その後1955年コンパニオンオブオーナ組と1963年にメリット組を受けている。1986年8月31日ハートフォードシャーの自宅で死去88歳であった。遺体は セントポール寺院の芸術家のコーナーに葬られている。オンタリオアートギャラリーのムアコレクション。公共のものとしては、世界最大のもの二つに分断された人体大阪市、御堂筋。ありがとうございます。